ジョゼフ・ロックはフランスの画家であるトゥールーズで生まれたトゥールーズの画家でパックスに学んだアントワーヌ・リバルツが創立したトゥールーズの王立絵画彫刻建築アカデミーでも学んだアントワーヌ・リバルツやこの学校で学んだピエール・シュプレーラスの作品を模写して修行し肖像画も学んだこの美術学校で賞を得た後1779年から ローマに滞在し、ローマでは在ローマフランスアカデミー校長のジョゼフ・マリー・ビアンと知り合い、ローマ賞を受賞してローマに留学していたジャック・ルイ・ダビッドとも知り合った。この頃の作品にはバロックの画家ニコラ・プッサンの影響が見られた。ジョゼフ・ロック作マラーの死1782年にトゥールーズに戻り自らのスタジオを開いた。 1783年にジャック・ガムランの後任として、モンペリエの美術学校の校長になった。トゥールーズの王立絵画彫刻建築アカデミーの校長だったピエール・リバルツが亡くなると、1786年にその職を継いだ。フランス革命が始まると革命を題材にした絵画も描いた。ジャック・ルイ・ダビットの新古典主義の追随者になっていて、トゥールーズのアカデミーで学んだ後、 修行を続ける学生たちをパリのダビットのスタジオに送っていた。有名な画家、ドミニク・アングルは11歳から6年間、ジョゼフ・ロックの下で学んだ後、1797年からダビットの下で学ぶことになった。トゥールーズで90歳で亡くなった。息子のギョーム・ロック、ギオーム・ロークス、1778から1848も画家になったが、その作品はほとんど知られていない。 おいのシャルルブロカモガカになった。ありがとうございます。